皆さんやる気がないな、今日は全くやる気になれないみたいなことありますよね。そんな時はですね、食べるものでですね、元気を出していただく方法もあるかなと思います。ちょっとね、元気出ないな、やる気出ないなの時はぜひ食べることで元気を出していただけたらと思います。べっぴん菌でべっぴん体質、鈴木ひらみです。皆さんね、なんだかやる気が出ない、鬱っぽいな、元気ないなっていう時ありますよね。そういう時はですね、ぜひ食事をね、改善することで元気を出していただきたいなと思います。まあ本当ね、やる気ない時ってご飯も作りたくないっていう感じの方が多いかなと思うんですよね。なんかそうするとやっぱりそのままコンビニでご飯買ってみたいな風になっちゃったりとか、適当にカップラーメン食べてみたいな感じになっちゃうこともあるかなと思うんですよね。まあそうするとよりメンタルが落ちる感じを味わったことがある方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。ズボラオーガニックであるね、この工事たちはですね、その力がありますので、ぜひ工事を味方につけていただけたらと思います。ということで、今回はですね、ちょっとね、やる気がないなとか、ちょっと鬱っぽいなとか、そんな人は実は太りやすいみたいなね、データがありますので、そんなお話をしていきたいと思います。そして気持ちのね、落ち込みだったりとか、うつ気味をですね、予防してくれるご飯ですねの栄養素についてもお話ししていきます。そして脳と腸はですね、密接につながっています。聞いたことあるかもしれませんが、腸脳相関というのがあります。そして心の健康に大切なことについてもお話ししていきます。ぜひぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではですね、麹にまつわるいろいろなお話をしております。麹は日本の国菌である麹菌からできておりまして、日本のね、調味料のお醤油もお味噌もみりんもお酢もお酒も全部麹からできてます。なんですけれども、この麹のパワーを使ったね、これらの調味料というのはですね、時間もかかるしコストもかかるというところで、麹のパワーを使った調味料にはなかなか出会えないのが現実になっております。麹をね、取り入れることでね、調味料めちゃくちゃいろんな調味料作れますし、何より美味しい、そして簡単っていうところでね、ズボラオーガニックをですね、達成できるのがこの麹があるからこそっていうところなんですよね。そんなことを皆さんにね、知っていただきたくて、このべっぴん菌チャンネルはやらせていただいておりますので、よかったらね、チャンネル登録していただけたらと思います。そしてですね、 LINE 公式お友達になっていただきますと、今日から使えるズボラ麹レシピ10選をプレゼントしておりますので、ぜひよかったらですね、レシピゲットしていただいてですね、いっぱいね、レシピは載ってるんですけれども、このべっぴん菌チャンネルに、でも探すの大変なぐらいね、量がいっぱいありますので、10選をまず見ていただいてですね、ぜひ作ってみていただけたらと思います。ということで、うつ気味の人はですね、実は太る傾向にあるっていうところですね。こちらはですね、ね、好きなものを食べてね、気分を上げるっていう方もね、いらっしゃるかなっていうふうに思うんですけれども、あるね、研究でですね、男性はですね、 BMI が25から30という方にうつの方が実は多かった。そして女性はですね、なんと BMI 30以上の方がですね、このうつ病傾向の方が多いというのがですね、論文で出ておりました。どうしてもね、こうね、食べたいものを食べるってなると、甘いものに走る女子もね、多いかなと思います。血糖値バーンって上がってね、太りやすくなっちゃって、メンタルも落ち着かないみたいなところにもね、なっていきますので、食べ方めちゃくちゃ大事ですね。そして栄養素をね、考えるのもね、すごい大事かなと思いますので、まあ、それを食べた上でさらにね、好きなものを食べるとかっていうのはいいかもしれないんですけど、いきなり食べたいものだけをね、食べるみたいな風になっちゃうと、実は逆効果だよっていうところがありますね。ずっとね、悪いリズムで入っちゃうと、もうどうにも抜けれなくなっちゃうので、何らかね、いつもとね、リズムを変えてですね、いいサイクルに持っていきたいですよね。それをね、麹はね、してくれるので、ぜひ麹活用していただけたらと思います。で、気持ちとかですね、うつ気味の予防、そして改善をしてくれる栄養素についてお話ししていきます。ビタミン B 群、葉酸、そしてビタミン D、 そしてトリプトファンを取ることというふうに言われております。麹はですね、ビタミン B、 そして葉酸が含まれております。で、ビタミン D とかはですね、キノコ類とか、あとちゃんと太陽に当たってるものを食べるとね、ビタミン D が含まれています。そしてトリプトファンですね、こちらはですね、お肉だったりとかお魚に含まれています。この辺のものを入れていただいて、調味料を麹にしていただくとね、本当に忙しい方もですね、めちゃくちゃ簡単に取れるっていうのが麹のいいとこですね。で、ご飯炊ける方はですね、ぜひご飯に混ぜていただいて炊いていただきたいなと思うんですけど、あと納豆だけ食べれる方はですね、ぜひ納豆専用のね、醤油麹がありますので、納豆の発酵パワーと、そして醤油麹の発酵パワーとでね、ダブルでね、元気になっていきますので、それだけでもいいのでね、ぜひ食べていただくとか、お家でちょっと食べていただくとかしていただくのもね、いいかなと思います。あとはね、甘酒もすごい取り入れやすいので、麹スタイルでね、販売してるものはこうね、パックになってて、こうチューって吸うやつなんで、ほんとそれだけチューって吸っていただくでもいいかなと思いますし、甘酒作れる方はですね、甘酒
て作っていただいて、スプーンいっぱいパクって食べていただくっていうのもね、いいんじゃないかなと思います。甘酒はですね、血糖値結構上がりやすいので、ちょっとね、簡単なスープ飲んでいただいてから甘酒を食べていただくと一番最高でございますね。そしてですね、脳と腸はですね、自律神経とかホルモンを介してね、つながっています。腸はですね、第二の脳と呼ばれております。脳がですね、腸にね、いろんなね、働きに影響をね、与えているというふうにも昔は考えられていたんですけれども、今はですね、研究が進んで本当に腸ってすごいと言われています。逆にね、腸もですね、脳に影響を与えております。で、幸せホルモンと呼ばれるですね、セロトニンですね、先ほどのね、トリプトファンのですね、材料になってね、作られるものがセロトニンになります。幸せホルモンですね。このセロトニンはですね、脳と腸ね、2箇所で作られます。アメリカのね、マウスを用いた実験ではですね、腸内細菌の多いマウスはですね、セロトニン濃度が高くて、で、逆に腸内細菌が少ないマウスに関してはですね、脳内セロトニンの濃度が低いというね、結果が出ました。腸内環境が整っていることでですね、しっかりセロトニンというのが分泌されますね。なので、まあ、そういう状態にあるという時には、脳内のセロトニンの量も多いということになってきます。そしてですね、脳のね、セロトニンというものもですね、結局は腸から吸収されたトリプトファンでですね、作られるという形になりますので、脳内で作られるセロトニンはですね、脳内で作られるものなんですけれども、でもね、腸というのがやっぱり大きく深く関わっているというところになります。そしてセロトニンの分泌はですね、朝日を浴びることも大切になります。朝日を浴びていただきますと、ビタミン D もですね、しっかりね、作られますし、体にスイッチがしっかり入ってですね、昼間ね、セロトニンがしっかり分泌されて幸せだなって感じていただいて、そしてそれね、夜はですね、メラトニンというですね、睡眠ホルモンに変わっていくんですね。やっぱりうつ傾向とかね、メンタル落ちていく時とかって、夜寝ないとかみたいなところからスタートする方が多いと言われてます。なので、やっぱりね、夜寝るっていうのもね、すっごい大事なことですよね。そしてですね、心の健康に大切なことですね、食べること、栄養素というところもあるかなと思うんですけれども、麹マスター、麹クリエイターの方はですね、自分で麹を作って、そしてそれを調味料にしてご飯を作るっていうことをやっていくと、自分で自信が持てる方も多くなってきます。他人軸ではなくて、自分軸で生きるということがね、できる方が多くて、メンタル整うという方が多くなります。あとは人とのつながりを感じられたりというところもね、ありますよね。そういうものもね、くれるのがこの麹かなと思いますので、ぜひね、気になる方は麹でですね、メンタル変わった方本当に多いんです。で、なんでそれがね、可能になったのかっていうのはですね、概要欄に貼ってありますので、よかったら見てみていただけたらと思います。ということで、いかがでしたでしょうか。今日はですね、はい、メンタルね、落ちてる時に食べるもの、栄養素とかについてもね、お話しさせていただきました。食べることっていうのはやっぱりね、自分のね、心っていうところね、元気にしてくれるところにつながっていくので、ぜひね、簡単なものでいいので、麹食べていただいてですね、どんどん体も心も元気になっていただけたら嬉しいなと思います。ということでですね、このチャンネルではですね、麹でどんどん元気になっていく人をね、増やしたいという思いでね、やらせていただいています。本当にね、簡単に塩麹に醤油を醤油麹にお砂糖をですね、甘酒そしてみりんに変えていただくだけでですね、どんどん美味しくなります。ということで、 LINE 公式お友達になっていただきますと、はい、今日から作れるですね、麹レシピ10選をプレゼントしてますので、よかったらお友達になっていただければと思います。ということで、はい、皆さんね、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ぜひよかったらですね、チャンネル登録とグッドボタンお願いできればと思います。今日も素敵な一日を皆さんお過ごしください。そしてまたお次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。コメントに質問が来てました。はい、塩麹でご飯を炊く場合は1合につきどれくらい入れたら美味しいですか。はい、1合につき大さじ1杯の塩麹っていうのをおすすめしてます。結構塩味がしっかりつくので、3合に対して大さじ1杯ぐらいを入れていただくと、塩味はそんなにつかずにふわっとしたご飯が炊けるので、その辺もお好みで調整してみてください。はい、ありがとうございます。